どんぐり FM。 どうもなるみです。どうもなつめぐです。映画といえばさ、はい、エヴァンゲリオン見ました？おお、はい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 、あれね。あれというかエヴァンゲリオンは通ってきてんだっけ？全く見てない。通ってきてますよ。あ、じゃあ全然見てない方か。じゃあ、いやいや、もう完璧ですよ。あ、そうなの。僕ようやく映画見てきたんですけど、どうでした？もう見てきたとしか言いようがない。あー、ネタバレになるから。何を言ってもネタバレになるから。そうなんすよ。これネタバレ回にします？いっそ。いやー、でもさすがにこれまだ公開1週目だから見てない人多すぎるからさ。公開、このどんぐりを公開する頃には見てんじゃないですか、さすがに。そうかな、うん。ただね、ネタバレ回にするほどさ、僕も意味が分かんなかったんですよ。ダメダメ、今そういう、だからそういうのを言っちゃダメ。ダメだよね、うん、うん。なのでまあ見てきましたよっていう感じですね。はい。もっと全然、なんだっけ、有村架純が出てるなんとかに花束をの話とかの方がまだいいと思います。知ってます？知ってるよ。アルジャーノじゃないや、なんだっけ、ライ麦畑じゃない、なんだっけ、あれ、花束みたいな恋をしたでしょ。花束みたいな恋をしたですね、はいはい、うん。あれすごい人気のようだけどさ、うん、僕見てみようかなと思って、ウェブサイトがなんかちょっと見たんです、説明、はい、つまんなそうなんですけどどうしようと思って。あとね、人から聞いたの、どんな映画だったっつの、はい、そしたらこれ言っていいのかな、まあ、これ言っていい、こっちはいいでしょ、これ言っていいと思うけど、こっちはいい、こっちはいい。あの、菅田将暉と有村架純が男女ですよね、主人公の、うん、その二人が学生の頃に付き合って、うん、大学生の時付き合ってさ、よくめちゃくちゃよくあると思うんだけどさ、うん、普通に社会人になるに従ってさ、お互い忙しいからすれ違うわけじゃないですか、みたいな話だったよって聞いて、それは面白かったのみたいな、なるよね。なるみさん、今ここにオプション出てて、うん、A のナツメグと B のナツメグ、どっちで選択します？ A と B はどう違うんですか？ちょっと選択してみたら分かるかもしれないです。あ、じゃあまあ A で。いやー、なるみさん分かってない、ダメ、違う違う違う、あ、もうあれはね、もうね、もう涙なくしては見れない感動のエピソードになっております。いや、確かにさ、まあ分かるよ、でも普通じゃんそれ、そんなの。違う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 、もう分かれるよそんなの。いやいやいや、もうどれだけね、社会人だったら。いや違うのよ、もうどれだけあれを見て多くの乙女心が傷つき、いやー分かるっていう感動の涙になったことか。あれだけみんなでね、あのコンテンツが好きだって言ってたのに。そういうカップルって毎秒5組ぐらい別れてるわけじゃないですか。違う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 、生まれては別れてるわけじゃないですか。違う違う違う、分かってない、秒単位でも。そういうものがどうでもいいのかなと思ってね。いやー分かってない、もうどれだけ感動というかね、もういやー分かる、共感の嵐ですよ。なんかそう、例えばこれが好きとかいうのがさ、うん、そのサブカル具合がちょうどいい感じの度合いでなってるみたいな、あるあるみたいなね、うんうん、あるあるじゃないですかそれ。はあ、あるあるコントじゃないですか。そんなあなたはですね、ゆとたわのゆとりっ子たちのたわごとの第42回をぜひ聞いてください。もうね、彼女たちはね、もうもだえ叫んでるから。なんかそうなんですよね。うんうん、そう。わかる？これがね、一般的なね、ごめんなさいね、なるみさんみたいなちょっと人はちょっとターゲットじゃないので、そう、だターゲットじゃないんですよね。そう、ターゲットじゃないので、静かにしといてもらえますか、うん、今こちらは、なんだっけな、メンタルが連続殺人事件が起きたみたいなことをね、で、ゆとたわたちは、これを撮りたかったけど、ちょっとメンタル殺されすぎて、1日待ってって言って、演じて、そんなにで、収録してるんですよ、この第42回を。うん、ね、分かってないな、本当に出た。なんか、数十個見てきた事例の一つみたいな感じでしたね。いやいやいや、これが A です。はい、じゃあ B 行きましょうか。いや、ほんとそうっすよね。でも完全にもうなんかよくあるよなーっていう、めちゃくちゃよくある。うん、なんかミスチルの歌でなんかありふれたラブストーリーみたいな歌になってたもん。めちゃめちゃある展開の歌あるじゃないですか。うん、ほぼあれですよ。いや、そうっすよね。なんだろうな、もうあらすじ産業を見たら、あれ、俺これ見たことあるっけ、もう見終わった気がする。そうそうそう。年に1回見たなこれっていうね、うん、うん、なるんでね、うん、いやそうなんですよね。僕は世界の中心で愛を叫ぶを昔見た時に、あ、はいはい、どんぐりで話しましたけど、予知能力あるのかなってぐらい、次こうなるこうなるこうなる、あ、なったっていけるんですよね。古典的ですからすごいね。うん、いや楽しいと思う人たちがとてもいるのはわかる、うん、とてもわかるが、多分ね、僕となるみさんがターゲットじゃないんですよ。そうそう、
だからターゲットじゃないものを見てはいけないんですよ。見ちゃいけない。だってそれって今ゴレンジャー見て、さっさと最初にもう敵出てきた瞬間でかくなって潰せば終わりじゃん。そう、敵も全員一緒に出てこいよと思うじゃん、あれ見ると今、うん、ほら、そういうんじゃない。でも幼稚園3歳4歳はうわーゴレンジャーってなるんですよ。そうだから、そのターゲットじゃないものにずかずか乗り込んでってあたこうだ言うのはダメなのよ。マナー違反だから。そうだから、あのこれを聞いてね、ちょっとせっかく楽しかったのそれっていうの本当に嫌だわこのジジイたちって思う人たちがいるのはわかる、うん、なので僕たちは別にあのずかずか乗り込んでってハッシュタグつけて公式にリプライつけて行ったりはしない、うん、けどね、ターゲットではないね。そうだね、うんうん、あ、わかった、あれじゃない、なるみさんは花束みたいな恋をしたことがないのではああ、そうかな、そのせいなのかなやっぱ人はね、共感なんだろうな、あ、自分もあるなとかね、こう そういう部分が、うん、いやなんだろう、むしろあるあるすぎると思うんだよね、うん、映画にするレベルのことじゃないあるあるなのよ多分、うん、周りにたくさんいるじゃん観測範囲に確かにね、何人かいるでしょ、周りにたくさんいたなみたいな、割と一般的な、うん、そのなんだろうね、ロードマップを映画館で見なくていいかなっていう感じなのかな、うん、ただね、僕のお友達がみんなでね会った時にいきなり第一声が、趣味が同じ人と付き合うのってやっぱダメかなで、そこから周りにいた女子たちは、うん、ああ、あの花束のやつねっつって、で、いやいや趣味が一緒だと話ができて、いやーでもそれが嫌いになった時にニャーニャーニャーってなるわけですよいやーっていうのが、ナツメグの AB プランになっておりますあの、なるみさんのどっちでもいいんだよな、だからなるみさんのお好みによって、あのどちらでも、うん、まあね、いや、うん、僕もその AB どっちでもいいぐらい、どっちでもいいんすよそれはなんですか、なるみさんは見てはいないんですよね映画を。そう、ちなみに僕は見てないんですけど、僕も見てなくて、うん、サイトを見て、あと見た人の話を聞いたんですよ。同年代の女性と男性一人ずつですかね。はいはい。これ年齢のせいなのかな。年齢はある、年齢ある。あの、年齢あるよね。だから言ってんじゃん、ターゲットじゃないんだって。そう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 。高校生と、高校生と大学生が見に、おっさんおばさんが見に行かれいけないのよ。そう。なんでそれって僕全然わかんないですけど、うん、結構行く前に、あ、自分はターゲットではないな、これをあの純粋に楽しめないな、うんうん、ってなんでならないんですか。あれじゃん、割と映画好きだからさ、映画なら何でも行こうみたいな。そうそうそう、流行ってるっぽいから行こうみたいな人も結構いるんじゃないかな。そういうことか、うん、だったらまだババにあるあの昔の映画やってくれる映画館行った方がいいんじゃないですか。あ、そうだね、うん、あそこ行った方がいいよな、うん、僕なんかの表紙に踊る大捜査線ザムービーとかを多分一番最初の初期のやつで、枠さんがどっかに閉じ込められちゃったりするようなのをふらりと見たんですけど、最初のやつだね。めちゃくちゃ楽しいんですよ、楽しいよね、今見ても、うんうんうん、すげえなって。多分もののけ今見てもめっちゃ楽しいですもん。ああいうのは楽しいよね。楽しい。あのさ、恋愛映画って映画館で見る意味あんまないなと思うしな。いや違う違う違う、分かってないな。もっとさ、違う違う、ドカンババーンみたいな爆発した方が映画館向きだよね。バカ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 。え、じゃあその花束みたいなやつを IMAX で見た方がいいの？あのバカバカ 4DX とかでなんか見た方がいいの？なんかバカバカ、映画館が何のためにあると思ってんの？好きな子を誘っていくのよ一人で行けや映画ぐらいどうせみたいな会話 しないんだからさ。今や席が結構空いてんだ今。帝京平成大学1年生が気になってるテニスサークルの女の子誘って2人で行くのよ。それが大事。もう映画館じゃないと、だって家来る？ネットフリックス見るはちょっと直接すぎるし。いやだからこれはもう前話したけど、うん、落語でいいじゃんどういうこと、どういうこと。落語見に行きゃいいじゃん二人で、うん、妙な恋愛映画見るより落語見た方が絶対面白いから。うわ、なんかハサミで切ってるよあれっつって、今手挙げたらもらえるよみたいな、うん、もらえてさ、切った紙切ったやつもらえて飾っておこうねみたいなねなるじゃん。あるね、ある、うん、知ってるよ、うん、それでいいうわ、傘で回してるよボールみたいなあのボールもらえるよ。違う違う、いや分かってない。でね、あの2人で映画館行って、右のこの肘掛けどっちが使うっけ、あれ手触っちゃうとかっていうのね意識しながらはい、はい、終わって、でちょっとカフェであの感想を言い合ってるうちに、すごいもう何時間も分かる分かるっていうのところからね、え、最初ってどんなんだっけって言って、もう2時間分なんか振り返っちゃったりなんかしてね、ほらそれが映画館じゃなかったら無理でしょ。何が落語じゃいや落語で振り返ればいいじゃんやっぱ最後出てきたあの何笑点出てる人やっぱすげえなって。違う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 、歌丸さんそろそろ死んだかなとかじゃないのよ
絶対落語の方がいいと思うよ俺は。違う、やっぱ好きなコンテンツ同士でやっぱ付き合うと良くないよね。でも俺たちもちょっとなんだろう、テニス好きだしねーみたいな、なんかおおなんかどうしたどうした行くおだからそんなやつが別れんだってそのうちすぐ違う違う別れんだって違う違う、そのダメ別れてもいいのよ別に、うん、もうそ通過儀礼として、まあ、映画行くのもいいと思うし。違う違う、もうさゆりさんとかつてさんのツイートも一番最初から遡って全部見て、もうナスレさんは見てないでしょ別にそんなの。いやもう僕はもう壁に貼ってるから。ちょっともうダメだな。夏目さん家のトイレには漫画が貼ってあります漫画のコマがね僕ん家のトイレ、うん、漫画が貼ってあるね、大量に、あの大量に漫画のコマが貼ってある、あれでしょ360度天井にもでしょ、そうそう貼ってる、どこにも勝瀬さんのツイート貼ってなかったからね。いやいやいや、トイレはそうなんだけど、トイレとかじゃなくもうね、うん、他のなんだろう寝室リビングには全てこう貼ってあるんだ、貼ってある。いや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 、何でしたっけ映画、あ映画ね、ターゲットのものを見ようってことですよね。いやほんとそう本当にそうそう。じゃあ何、なるみさんは何を見たらあー面白かったとかちょっと感動したっていう、何、踊る大捜査線踊る大捜査線いいよねあとねこの間見たのがね、もののけ姫よかったね。もののけ姫、あの子と時なんて、あの子は人間だぞ、頑張れこ そうお前さんが救えるかわからない、だが共に生きることはできる、共に生きるだと、おおお山犬にもなれず人間にもなれず愚かで可愛い私の娘。最近僕ツタヤ行ったんですよ今編集点作られた気がしたなツタヤ行ったの、はい、ツタヤ行くってすごくないですか。ツタヤ行くはすごい、もう行かないからね、もう古来の行動じゃないですか、うん、ゲオとかでしょ。そうそう、ツタヤでさ、うん、DVD 借りたんですよ。 DVD って何ですかそれ、そんなものがあるんですか。それをマシンに入れると映画が流れんの、うん、すごい。今の人知らないかな DVD って。うん、それを借りてどうだったんですか。魔女の宅急便借りたんですけどめちゃくちゃいいじゃないですかあれジジがね、ジジが喋れなくなっちゃうんですよ、ジジの声わかんなくなっちゃう、わあれ。あとグーチョキパン屋のさ、パン屋の旦那がいいのよいいのよね、あのマッチョでしょ、無口だけど見守ってんのよ、わかる。モップで飛べるかな言うてね、いやそうそうそうジジラジオつけてっつったらさ、流れんのに松任谷由実が、わかる、新井由実か、最高じゃないですか。最高ですね、わかる。しかもあれね、もう小学生の時見ても高校生の時見ても、そう、大学生見ても、今見ても泣きそうなったそうそうそう、ニシンのパイな、好き嫌いはあるわな、わかる、ニシンのパイす、私これ嫌いなんだよねってやつでしょ、あれ詰め、あちなみにでも誰も悪くないからあれは。知ってます、あの僕配送系物流系をね、うん、結構やるためにいろいろと調べてて、で黒猫大和ってすごい歴史があるんですよ。で黒猫大和ね、宅急便やってて、ある日いきなり人事候補のところにパクリが出たっつってね、競合かと思ったら、うん、漫画が宅急便っていう名前使ってたんですよ。宅急便って黒猫大和の商標登録なんですよ。商標っすね。だから訴えんぞってやってたら、当時のね役員たちがとか、あと代理店の人たちが、いや待てよと、ちょっとなんかやってみてもいいんじゃないっつって、まあ向こうと話してみようって言って、そしたら、商標登録なの知らなかった、でもなんかこれってよくないって言って、黒猫もいるしっつって、じゃあ映画にしようぜって言って、うん、黒猫大和がで監督宮崎駿ってのがいるらしいっつって、じゃあ頼もうかっつってできたのが魔女の宅急便なんですよ。へえ、うん、いやめちゃくちゃ良かったよだからさジブリでいいのよだってターゲット外の人いないじゃん、あれいないね、うん、いつ見てもいいよ魔女の宅急便は。初デートもジブリ、うん、でも何、令和の時に映画見に行こうっつって言われて行ったら魔女の宅急便なの、うんと思うじゃん、見たら絶対いいのよいいけどねいいけどねちなみにあれ最後落ちるあの青年を片手で使いますけど、あの時の危機の握力と肩の力はなんかあのボディービルダー何人分だみたいなのありますね脱臼、普通上脱臼するよっつってね、あの時ね危機覚醒してますからね、うん、暴走してますからねなるみさん、うん、1989年7月ですよ30年前ですよ大丈夫大丈夫、面白いもんだってあれ面白い。いやでも小学校の頃見ても面白かったけど、今見て面白いってすごいなと思って。すごいですよね。うん、ちなみにジブリはキャッチコピーがそれぞれついてるんですよね。そうですね、糸井重里でしたっけあれ。おお、よく知ってるじゃないですか。うん、サツキとメイのお父さん役も糸井重里でしたね。よく知ってるじゃないですか。問題です
魔女の宅急便は何でしょう。落ち込んだりもしたけど私は元気です。うわー正解。それ全部ひらがななんですよね。そうですね。ちなみに変なサイト行くとおちんこ揉んだりするけれど私は元気ですってなってるんですよね、まあ、言いがちですね。まあ小学校の時の僕も多分そう言ったと思いますね。絶対言うと思うよ。生きろとかね。お、もののけ姫ですね。ちなみにもののけ姫は1997年ですからね。タヌキだって頑張ってるんだよとかありましたね。それは平成たぬき合戦ポンポンですね、うん、94年か5年4年かな。なんか妙に覚えてますよねジブリに関してはね、うん、生きろのキャッチコピーができるまでにどれだけの知ったかめっちゃがポンポコがあったかっていうね。5分ぐらい作ったんじゃないの。いや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 、もうこれなんか雰囲気的に生きろかなっつってカタカナかな。違う違う、キロはあのキログラムのキロとかの方がちょっとネットっぽくていいかなみたいな。ダメ、そういうのバカにすると私は怒る。私は怒る。あのね、自己主語割と自分なんだ。いや、主語もっとでかいと思ったら。違う違う違う、もう私だってこの映画を表す、この時代を表すとか、これね確かドキュメンタリーでこれ作るのにもうすっごい時間かけてるんですよ、このキャッチコピー作るの。そうなんだ。もうすごいとんでもなく頑張っちゃってる。いやいやいや、好きな人ができました。いいっすね。耳を澄ませばですね。そう、もう耳を澄ませば、あーでも忘れちゃったね。僕耳を澄ませばね結構完璧だったんですよ。万年玉広いとかですよね。耳を澄ませばの最初のセリフはこんばんは今日も暑いわねみたいな、踊り場でね、あのおばさんとすれ違うとこから始まるんですけどね。結構セリフ覚えたのにもう忘れ気味だな。あれ、なるみさん終わりかけようとしてます、はい、ダメですよ、まだ終わらそうとしてんだけど、まだ僕はこれから耳を澄ませばの話がありますからね。なんで今耳を澄ませばの話をしなきゃいけないのこんな。いやでもさ、令和の同じジャンルの映画で言ったらさ、耳を澄ませばは好きだよ俺。え、なんだろうね。いやもう僕も大好き。でも大丈夫、僕あれですよ、耳を澄ませば例えばね好きな人と一緒に今見に行ったら、うん、横でボロボロ泣いて終わった後絶対自転車で2人で帰りますよ。分かる分かる。2人乗りしますよ。です、ね、うん、お前を乗せて登り切るって決めたんだってやりますよ絶対僕。大丈夫、 そんなやつ大丈夫。そこでやっぱさ降りて後ろをちょっと押してほしいよね。お荷物になんてなりたくないですよね。何話してんのよ本当。令和の時代におっさん二人がもののけ姫何話してんだ。花束みたいな声をして見に行けよもう。行け行けよもう、行くわもう。ちゃんと見ようよ新しいの。あれも同じコンテンツが好きになった人同士が。はあ楽しかった。これはひどいな。成績桜が丘ね、僕成績桜が丘行きましたよ、なんかここが舞台なんだねみたいな見に行きましたよ友達と。いやあれはね好きだったな。耳を澄ませばめちゃくちゃ好きだった。僕あれ見て高校、あの海外の高校行こうとしてましたもん。バイオリン作りに。バイオリンじゃなかったんですけど僕も、うん、それで図書館で海外の学校の行き方調べて。あの影響されすぎでしょ。あれださ、なんか僕影響されやすいかもな、もしかしたら。嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ、コンクリートロードはやめた方がいいと思うぜ、何よパターンですよね。わかるわ。そう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 。あれね、図書館で本を借りるのがちょっとクールに見えたもんな。これがね、ゆとたわと僕らの差ですよ。20代を風のように置き去りにするポッドキャスト。どんぐり FM は20代を置き去りにした。かっこいい。かっこいいな。